回の放送が、まあ配信がね、うん、2022年の7月だったんだって。わお。セガラッキーくじ名探偵コナングッデイグッドトラベルが発売、うん、今年は旅行をテーマにセガラッキーくじのために書き下ろされたポップで爽やかなデザインとなっております。無理しないで、こっちの手は無理しないで、こっちの手は無理しないで、そうそうってなっちゃう。セガプラザ宣伝担当白澤英介のキャラクターボイス担当与永翼です。白澤くんの先輩、同じくセガプラザ宣伝担当青木直樹くんのキャラクターボイス担当白祐介です。うん、ということでセガプラザとは何ですか、うん、セガのプライズやキャラクターくじ、グッズなどの情報をお届けする公式サイト、それがセガプラザです。はい、そしてセガプラザ通信とは何でしょう。知らないのかい。うん、知らない。もう一回教えて。しょうがないな、教えてください。そんなセガプラザからの最新情報をお伝えする番組だよ、うん、なるほどね。うん、だってなんで覚えてないかって言ったら、うん、前回の放送がまあ配信がね、うん、2022年の7月だったんだって。わお。久しぶり。通販番組みたいになっちゃった。ご無沙汰。そう、2年ぶりなんです。もう2年近くですか。そうなんですよ。久しぶりじゃん、ヨナが。おい、いきなり呼び捨てかよ。久しぶりで元気だった。元気だよ。よかった、先輩だよ。忘れてない、忘れてるでしょ。2年空いてたから。2年空いてた。忘れちゃった。ちょいちょい会ってるやん。後輩だったかなっつって。お前後輩だわ。なんだ、ね、いや、でもね、よかったですよ。復活しましたよ、だから。そうなのよ。うん、2年越しの。そう、前回だから ね、あの僕らもこう、あ、一旦そのお休みですというかね。そうなんですよ、はい、言っててね、うん、多分皆さんも待っていただいていた企画ね。いや、そうですよ。いや、忘れてたんじゃん。忘れてた、忘れてたっすよ。そう、うん、初めて見てくれてる方もね、いると思いますしね。え、白沢くん、え、青木さん、うん、え、誰誰っていう人もいるかもしれないです。なってるかな。いや、でも出てきてますからね。そうだね、出てきてます。そうそう、はい、あの覚えてないよっていう人はもうあの過去のやつがありますから、うん、それを聞いていただいて見ていただいて、ね、はい、そう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 、はい、うん、さあ、ということで、まあ、前回ね、まあ、不定期配信になると言ったんですけど、うん、あ、そうですね、まあ、今回からですね、うん、あの年に2回ぐらいの、年に2回、あ、じゃあ半年に1回ぐらい、そうそうそう、うん、ね、ペースで配信していきたいと思ってます。なるほど。そうなんです、まあ、映像自体はねこういうペースなんですけど、うん、あのセガさんのねこういうグッズを紹介していくのは、うん、あの X とかでもねやっております、ね、ですね、紹介をねバンバンしておりますので、うん、そちらの方もねチェック引き続きしていただければいいなと思います。はい、はい、では早速ですね、うん、最初のコーナーへ行きたいと思います。はい、まずはこちらセガプラザ宣伝部。イエイ。はい、毎回おすすめの一押しアイテムをご紹介しています。うん、はい、今回ご紹介するのは何でしょうか。はい、今回はですね、一押しのアイテム、こちらでございます、うん、セガラッキーくじ名探偵コナングッデイグッドトラベルが発売、うん、今年は旅行をテーマにセガラッキーくじのために書き下ろされたポップで爽やかなデザインとなっております。なるほど。はい、こちらにもラインナップされておりますけれどもね、うん、いろんなアイテムございます、うんうん、ね、じゃあ一個一個ちょっと紹介していきましょうかね、うんうんうん、早速ですけれども、まずはですね、うん、劇場版賞ということで、劇場版名探偵コナン100万ドルの道しるべの額入りアートですね。これですな。こちらです。これですね。はい、いや、いいですね。今年の映画ですかね、これはね。そうそうそう、うん、ちゃんとねこちらに五稜郭とかね書いてあって、はいはいはい、平時とね数葉がね、うん、いや、なんかいい雰囲気じゃないですか。いい感じのね、うん、アートでございますね。これ劇場版賞ですね、うん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 、続きまして S 賞、うん、これがグッデイグッドトラベルの額入りアートですね。真ん中にあるこれですね、書き下ろしのイラストのね、うん、みんな集合した、うん、なんかポップな感じがしていいね。すごい、そうです、爽やかですね、うん、可愛らしい感じのね。はい、そして続いて A 賞、うん、A 賞が江戸川コナンのぬいぐるみ、うんうん、B 賞が怪盗キッドのぬいぐるみ、うん、そして C 賞が服部平次のぬいぐるみ、それぞれ1種ずつ、こちらのね、前にあるね、はい、大きめのこのぬいぐるみになっておりますね。お、これトラベルのこのね格と同じこう格好をしているね、やつ爽やかですね、はい、これが ABC でございまして、うんうん、かわいいね。続いて D 賞がキャリーオンバッグ、うん、これが全1種類、こちらですね。これね、うん、すげえ便利な、まあまあ、手持ちはねこうやって普通に持って歩けるというかね、うん、カバンの方こうやってそのまま持ち歩いてもいいし、うん、何が入るんですかそれは。100個もすごいんですよ、ほら結構ね大容量。あ、え、あ、逆に、そう大容量、もう、あ、
そんな大きくなるんだ。めっちゃでっかくなるよ。はあ。だからもうね、うわ、ヨナガも入るじゃん。だなんで俺、なんで呼び捨てなんだ。ヨナガも入るくらいのサイズ。基本なんで呼び捨てなんだっつって、うん、なんだ、まあ、お前の方が偉くなったのか、いつの間にか。あ、いてて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 骨折が骨折、あ、いててててて自分からネタにするんじゃないよ。そう、だから結構だからね、いろいろお出かけする時とかね、これはすごいですね。だから旅行にあの、うん、持ってって行く時はすごくコンパクトで、うん、帰りになんかお土産とかいろいろね、うん、買い物した時にここに入れて帰ってくると。そう、まあ、キャンプとかね、あのちょっとしたなんかあとかもいいですね、アウトドアとかね。そうそう、お出かけする時にお弁当とか入れたりとかさ、お菓子入れたりとか、うん、こうやって持っていけるのすごい、いや、いいんじゃない、いや、いいですね、便利でね、うん、これ素晴らしい、はい、こちらが D 賞ですね、うんうん、続きまして E 賞、うん、E 賞はアクリルスタンドポーチ、こちらが全20、うん、ほう、これですね。あ、これ、こちらでございます。そうそう、これね、あのアクリルスタンドポーチということで、そうなのよ、この中にね、これアクリルスタンドをね入れられるんですよ。これね、今ちょっとこれあるんですけど、うん、ちょっとね、よいしょ、キット、こんな時もキットは普通にキットなんだ。そうなんだよね、うん、多分トラベルしちゃう。トラベルもこれで行くの？トラベルも基本キットはそれなんじゃないですかね。まあまあまあ、まあね、そうそう、日々トラベルしてるのもんだからね。あの帽子中にね、お洋服とか入れられますから、ね、飛べるからね、このマントね。こうやってこうやって入れられるの。あ、はい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 、アクリルスタンドね、うん、こうやって入れて持ち運び、お出かけ一緒にできるわけですね。そうそうそう、一緒にトラベルできるわけだ、うん、これいいよね、便利。はい、うん、でそんなアクリルスタンドですね、うん、こちらが F 賞全8種類でございますね、うん、まあ、今のこのキットはじめこちらのね、うん、ラインナップございます、ね、うん、ちょっとコナン君だけちょっとね、コナン君ちょっとちっちゃいんで、コナン君入れる場合 は, 入れる時は、ね、この下のこのね、あ、この外側にね、そう、この下の部分にこう入れて、うん、こうやって挟むとここにコナン君がいるんでね、あ、そう、うん、あ、そう、中に入れちゃうとね隠れちゃうから、そう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 、うん、なんかね、ぜひそういうのを一緒にね、ランネージャー、まあ、何個かね入れられますよね、だからね、そうそう、入れたりとかね、うん、持ち運びできますから、はい、うん、そして G 賞がぬいぐるみマスコット全10種類、うん、あ、こちらですね、これ、うん、はい、かわいい、ちょっとね、小さめのサイズ、ね、やっぱミニサイズになるとかわいいね、うん、いいね、これカバンにつけて、これ誰、これ誰なんだろう、うん、この二人、これ誰、これ、この二人知らない人たち、この二人誰、これゴエモンみたいな、なんか刑事、あ、今回のあれか、あの、このあれだ、あ、この映画出てくるやつ、映画で出てくる、うん、あれじゃない、キャラクター、へぇ、すごい眉毛してるじゃん、そうそうそう、大泉さんがやってるやつはまたちょっと違うやつだったね、きっとね、大泉さんみたいな顔してるね大泉さんみたいな怖い確かに似てるけどとか言いそうだけどね、なるほど、うん、こちら全10種類ですね、うんうんうん、そして H 賞が、うん、ミラー、うん、こちらが1種類でございますね。これですね。持ち運びに便利な、うん、コンパクトな、ね、鏡になっています、うんうん、ね、パコッと開けて、うん、ね、はい、ね、うん、いや、便利ですね、うん、そして相性がアクリルブロック、こちら全10種類ということで、うん、一番手前にありますね、こちらの大きいやつ、あの、すごい厚めのね、アクリルなんで、こ、自立できるんですよね、そうそう、すごいでしょ、この厚さ、これだ、この厚さあったらめちゃくちゃドミノ向き、うん、なんでやん、うん、めちゃくちゃドミノに適したこのサイズ感、あーじゃなくて、サイズ感、なんで使ってるチームも、うん、コナンドミノ、コナンドミノできるよ、これ、あーって、うん、その手があったから、うん、そうそう、やらないから、うん、気づいちゃった、キャラクターに愛を持ってる、やらないから、ドミノだよ、なんでよ、揃えて、こう揃えて、逆にだから、うん、自分の推しキャラだけでドミノしてみるなかなかいない、あ、でも、うん、それいい、確かに YouTube とかでやったら、うん、映えるでしょ、うん、なんかバズりそうな、全部だって集めるんだよ、バズりそうな気持ち、1000ブロックぐらい集めるそれをこうつって全員同じ顔がそれそうね、確かにね、やったことないだろうからね、うん、すごいよ、うん、面白いね、そうなんね、面白いでしょ、ちょっと見てみたい気もしますけど、うん、はい、そして続きまして J 賞ですね、うん、缶バッジセット、あ、うん、こちら、うん、こちらが全8種類なんですけれども、うん、こちらね、このまあ、等身とリアルな等身とこのちょっとちっちゃい等身がそれぞれセットになって、うんうん、で全部走る、そうそうそう、ね、すごいよね、はい、2バージョン、うん、これ当てて、これ当ててこのカバンにこうくっつけても、ね、あーとかもいいですね、そうそう、カバンにつけても全然いいと思うし、全然折りたためますしね、まあ、自分が持ってね、そうそう、カバンにつけてもいいし、ね、いいですね、うん、はい、そして K 賞がクリアファイルセット全8種類ですね、うんうん、こちらのクリアファイルも、うん、あのあれです、この2パターン、そうなんですよ、このね、はい、普通の等身とこうちっちゃい等身と、ね、これが2枚1セットになってますね、うん、はい、これが8種類と、そう、これコンプリートするのすごいいいかもね、いや、いいですよ、全部こうやって集めて、うん、そう、壮観ですよ、こうやって見ると、うん、ね、
さあそして、うん、最後にですね、ラストラッキー賞でございます、うん、こちら青山先生イラスト学入りアート、うん、こちら一種類ですね。やっぱ先生の会かっこいいね。まあコナンとキッドが対峙してる、うん、ね、東京パワーバックにね、うん、やっぱこの2人の対決はやっぱねいいよね。まあまあ絵になりますよね、うんうん、ね、ぜひ当ててほしいですね、はい、ラストラッキー賞。さあといったラインナップの、うん、こちらセガラッキーくじ名探偵コナン、うん、グッデイグッドトラベルなんですけども、うん、1回税込み 700.70 円で、うん、セブンイレブン伊東洋華堂夢タウンなので、うん、4月19日の土曜日より順次発売予定でございます、うん、ぜひ、はい、いっぱいね当てていただいて、うん、ね、これからもうちょうどだから暖かくなってきてる季節ですから、ね、これでね皆さん、うん、トラベルグッズゲットして、うん、ぜひ旅行に ね、 そうね、一緒に連れて行ってあげてください ね、 ね、はい、というわけでですね、このコーナー、うん、こちらセガプラザ宣伝部ではこれからもおすすめの一押しアイテムをご紹介していきますのでお楽しみに。対決 UFO キャッチャーあえて自分で見せていくパターンなのね。いや UFO キャッチャー。まあまあそうです。片手あれば十分だぜ。この余裕がどこまで通用するかな。ということで僕たちが UFO、本物の UFO キャッチャーで勝負します。ルールは簡単、順にチャレンジしてプライスをゲットした方が勝ち、うん、順番はじゃんけんで決定します、うん、負けたら罰ゲームが待っております。はい、ということでこのコーナーもね、うん、恒例のコーナーということで引き続きやっていきましょう、うん、なんかどうやらこの UFO キャッチャーコーナー人気があるんだって、うん、まあまあまあね、一番その、うん、もうなんか、ね、動きがやっぱありますし、まあみんながね、うん、そのプライズを狙う上でちょっと参考にもなりますしね。そうそうそう、どうやってやったらいいのかなと、うん、そうそうそう、白井のやり方でやると落ちないんだなとか夜長のやり方でやると落ちないんだなっていうのを、まあ、これ ね、 ね、学べたりもするし、そう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 、あ、こうやると取れるんだね、うん、非常に、ね、実用的なコーナーでございます。そうですそうです、はいはい、今回のプライズですが、うん、こちら、うん、ドン、名探偵コナンプレミアムタペストリー。綺麗なイラストを使用したタペストリーでございます、うん、こちら江戸川コナン怪盗キッドと、うん、赤井秀一アムロトールの2種のアソートでございます、うん、ただいま全国のゲームセンターに登場中ということで、もしかしたらもうね、うん、ゲットしたいっていう方もいるかもしれませんけども、うん、ね、手に入れてる方いらっしゃるかも。はい、いや、かっこいいね、こうやって飾ってるのこう見たりする。 いいですよね、ちょうどいいサイズ感というか、うんうん、またねこのちょっと怪しい感じ、まあね、キッドは今回ね映画でも登場しますからね、うん、そういう意味でもね、はい、いいですね。さあいつも通りですね、うん、順番先攻後攻ね、どちらにするのか、うん、じゃんけんでいいよ決めましょう、うん、どうしたの、いやいや、どうしたの、まあ、結構重要だのじゃんけん、まあそうね、先攻後攻どっちにするかね、はい、最初はグーじゃんけんぽい、どちらにしますか、どうしようか、それ先攻でやってみるか、はい、ね、久しぶり久しぶり、うん、2年ぶりの UFO キャッチャーです。え、その間はやってなかったんですか。あ、ちょいちょいゲーセンに行ってやったりはしてるんだけど、うん、はいはいはい、でもここ最近は行ってないかも、ね、なるほどね、うんうん、でまあ、このコーナーでやるの久しぶりだから、おブランクがね、そうそうそう、で今回この機種がね、そうだ、最新の、ね、UFO キャッチャー10なんですよ。新しくなりまして、ね、すごくもうなんか近未来的な感じの、ね、明るいくていいですね、フォルムっていうかね、うんうん、なんでこれをこうちょっとね今までやってきたのを思い出しつつやっていきましょう。まあまあまずはね、この細長いのってなかなかね、うん、珍しいですよね、形としては。どう狙っていくか、ね、穴が真ん中にありますから、そこにどうやって落とすかっていうね。そうなの、だからちょっと1回じゃ無理そうだね、うん、どういくかだよね、こうだからまずじゃあ行くよ、どこを狙うんだい、あ、横に、あ、もうなんか進み方がちょっと違うもん、やっぱ、あー、ちょ、あ、どうだ、結構、あ、これどうだ、これさあ、どっちを狙う、まだほら、1回目だから、あ、後ろの方を狙う、そうそうそう、さあ、どうだ、掴むのか、掴めるのか、どうなんだ、あ、おー、これ意外に難しいぞ、結構シビアでしたね、うん、意外にだから、うん、重さもあるのかな、さ、まあ、でも位置はちょっとずれましたよね、上がることは上がる、でも、うん、なるほどね、攻略法がまだ見えないね、攻略法見えましたよ、私、あ、いけますか、もう見えました、じゃあただ次でっていうのはちょっと難しいかな、あ、まあまあまあね、やっていってですからね、うんうん、じゃあ行きましょうか、うん、じゃあ白井君のターンでございますね、これだからそういうことなんでしょ、ちょっとさ、これずらすの、あ、うん、なるほどね、引っ掛けていくパターンね、ちょっとずらしながら行くんですね、うんうん、
白根さんも後ろを狙っている。まあまあ、うん、だから今と同じ動きでよりこうちょっと角度がつく、うんうんうん、おーおーおー、そういうことですね。いいんじゃない、いいんじゃない、うん、これさ、でもさ、うん、このさ、下のこの面になってるところのさ、うん、隙間にさ、アームって入ると思う？これどういうこと？ん？だからこのさ、先っぽのこのさ、うん、細いところあるじゃん、それをさ、この箱のこの下の面のところにさ、ズブって刺してこう上がったりするのかな、こうやって。この下の面？うん、その、これだから接してるこの面があるじゃん、うん、この平らなね、うん、このプラスチック板のさ、これプラスチック板と、うん、この商品のね、この隙間に入るのかどうかっていう。あ、このまま持ち上げようとしてるってこと？そうこう入ってって、こう行くのかしら。いやー、行かないんじゃないですか、それはさすがに。だって、着くときはこう着くわけでしょ。こう着くわけだから。そう、無理しないで、こちらの手は無理しないで、こちらの手は無理しないで。そうってなっちゃうの。なんのかな、やっぱね。まあ、やってみても、どうなんでしょうね、そのね。そうなのよね、だからプラスチック行くか。でもあそこ隙間が空いてるから、行こうと思えば行けそうなのよ、あっちの鉄の方。後ろそこまでだよね。いや、行くんじゃない、うん、これ。そう、もう本当にだから、あの端っこの端っこを狙うってことですね。そうね、先端部分といいますか。だから今このずれた方を狙うか、端でちょっとチャレンジしてみるか。いや、でもこっち手前でやってみるか。どうなるか分かんないからね。手前で行く。これはじゃ あの空間じゃなくて、ああ違う、鉄のこのあれ、このそっち、そう、うん、どうだ、この隙間に入るのかな、ここにバターンとなって、この隙間に入る、取れないんじゃない、はい、ああほらほら、やっぱ入んないんだね、やっぱさっきの白井君のやつが成功法かもしれない、そういうことでしょ。いやでもこれでさ、次で取らなかったら俺すげえアシストする子みたいになっちゃうじゃん。でもさ、ほら、うん、いろいろ試していかないとね。これを見てる人たちがさ、すぐに取れたら面白くないから。逆にこれ駆け引きだよ、だから。そうそう、うん、だから俺もあえて俺はこれをだから修正する。これを今から修正する。直すの、うん、直していくのね。俺はこいつを修正するぞ。ほら、これでどうだ。綺麗に縦に。喋ってるぞ、こいつ。よく聞くとね、こいつ喋ってるぞ。行けやーとか聞こえる。まあ、おい、よし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 。でも、でも今の、そうでも後ろよりは前の方が持ち上がりやすいのかもね、うん、いや、どうでしょうね。今だって後ろより明らかに前の方が結構上がったイメージあったよ。気合い入れてこーん。なんか太鼓の感じもするね。気合い入れてこーん。夜中気合い入れろ。なんで呼び捨てなんだよ。ぶっ壊すぞ。夜中早くやれよ。この機械ぶっ壊すぞ。臨床だぞ。ぶっ壊すぞ。お前賠償金払うのか。お前黙れ。黙れなさい、この機械。こっち側の手前でやってみようか。あ、そっち行く。落ち着いて。どうだ。ああ、そう同じような感じなんだね。これそろそろ行きたいね。はい、行ける、行けるかな、行ける、行っちゃう、行っちゃうの、行こう、行っちゃう、行くかな、行こう。あ、まだだ。まだだ。地味に動かないよね、なかなかね、この子そうか、地味になかなかいかんよ、この子。え、そうなの。ボタンを押したら動き出すよ。知ってるわ。え、どうしようか。さっき行き過ぎたんだよね。もうちょい、足んなかった、ね、それで取れると思ってるの。うるせえな。いけいけ。手前でどこまでまたこう修正できるか。おわあ、ちょっと引っ掛かってちょっと戻っただけです。まっすぐに戻るんですよね、やっぱね、手前行っちゃうと、うん、じゃあちょっと、もうそうだな、じゃあこっち行こうかな、手前の、ね、左側、うん、左のね、の手前。意外になかなか決まるかと思ったらね、いきませんね、なかなかね、うん、すぐにはいかないですね。なんだ、今回リアルのアームにしてくれてるのかしら。いや、でもアーム自体はね、いいつかみはありますよ。アームの強さもね、うん、あったりするっていうのもね。これはなかなか苦戦しておりますね。
難しいね、うん、何が成功法なんだろうね。成功法がレッツゴー。だから今度は もうちょいあれだかな。あー違うな、全然違う、これ全然違う。ぼやくなぼやくな全然違う全然違う。届く届かない。あーやっぱもうちょい手前すぎた。下手くそそんな期待言ってたら俺多分ガンガンやってるやブランクがねちょっとやっぱありますね読めなくなってきたな、わからないな。ちょっと僕はやっぱこっちの手前を行きたいですね。ねえやっぱブランクがつってくる。白雲取れてねえからな。まあね。あえて僕は2年越しだから、ね、ちょっと今回はここ、うん、ここでちょっと様子を一回見てみます。あやっぱほらあ救った。やっぱだからいけるっちゃいけるんだよ。救ったぞ今。いけるぞ。そうだからいけるっちゃいけるのよ、うん。だから若干のさあっちも鉄側のさ、うん、方もう隙間があるから。あそこに入れば救い上げることも可能っちゃ可能なんだよね。今の白井君の見てる感じね。救えるんだ。そうなの。これどうだろう。あ、鉄の隙間に入れてみた。鉄に行きます。どうかな。あーくそ。持ち上がるは持ち上がるけどあれなんだ。別にそこまで進むっていうわけでもないんだね。だったら多分このこっちの何アクリルの方。アクリルの方がこう、うん、なんかね反応良かったねさっきはね。って気しますけどね。うん、さあそろそろ白井くんが落とすかもしれない。いけ。あ、よいしょ。いけー。おーおお。まっすぐだまっすぐだでも、うん、そうね あんまり、うん、これ何すごいゆっくり進んで落としていくんだろうね、じゃあもうどうしよう。でもまあじゃあ白井君のやつ狙っていくか。あれこれもね急にちょっと何そのハイエナみたいな美味しいものにはかかるよ。美味しいものにやっぱたからないとさ。まあでもねちょっとねそう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 、これいい、これ1回ではじゃない。あ、角度、あー来たー。あーくそー、これ来たぞ。何これ何これまた白井くんにあげてるやつじゃん。来たこれ白井くんにあげてるやつじゃん。ほら、まあ、姑息な真似をするとこうなるんだよいや、ね、でもそういうもんじゃんね、 UFO キャッチャー対決ってね。これは行くでしょ。落としやすそうなやつを狙っていくのがね、手だから。あ、ここ行け。あ、ここまでしか行けない。いや、行くでしょ、これは。でも、行くんじゃない。これは行くでしょ。これ、なにこれ、ちょっと、なんこれ。行けーでーすなんこれ、すごい、ちょっと。ゲットちょっと、これは。こっちに丸がついてるんで、これはキッドとコナンの方のタペストリーです ね、やつですね。これは、なんこれ、これは私のファインプレイでしょ。だってナイスアシスト。本当よね、アシストしたことないんだけど。ナイスアシストだぜ。なんでお前落ちないさあ、ということで今回の勝負は白井くんの勝ちでございます。片手あれば十分さ関係ないからUFO キャッチャー片手でも遊べる。素晴らしい。いけるから、何があっても大丈夫、ね。はい。さあ、はい、罰ゲーム。そう、罰ゲームね、ありますよ。うわ、久々。今回はね、まあ、スタッフさんが考えてくださったやつですか、うん、これは。うん、はい、まあ。番組も復活したということで、うん、一つ目が、うん、ミュージカル調で番組を紹介する。ね、まだ知らないと初めて見る人もいるかもしれないですからね。はい、そして2つ目は恋愛シミュレーションゲーム調で番組を紹介する。何それ、うん、乙女ゲーです。どっちも難しい、うん、
どっちも面白い。さあどちらか一つねやっていただきたいんですけれども乙女ゲーム風でどう紹介したらいいの、うん、あのねそうセガプラザ通信そうでしょ。でもミュージカルってなんか以前やったことある気がする。そうなのよミュージカル風はねやった気がするんだよ、ね、はい。だから2の恋愛シミュレーションゲーム調で番組紹介するにしましょう。選ばせろよ。はい、選ばせろよ。攻略キャラですか。攻略キャラ与永翼です。だってどっち、まあでも、あのどっち、どういうさ、どっちでいくかだよね。だからそういうさ、なんかツンデレ、なんかクールキャラみたいな、青木さん、青木さんみたいな感じのキャラなのか、白沢くんみたいな、ああいう感じ。まあ、今やってるのは白沢くんが割と元気だからあれなのかな、ちょっとじゃあ大人な感じにします。やだ。やだ。やだ。元気な、だだこれ元気系、元気できます、うん、取りやすいのかな、うん、じゃあ僕が問いかけるんで、うん、それにちょっと答えてください。プレイする側ね。プレイヤーじゃあ行くか。はい、じゃあいきますよ、はい、では罰ゲームスタート。はあ、ここがセガか。今日から私、セガの社員なんだ。ドキドキする。あれ？あ、君、新人？あ、どうも、はじめまして。今日から入ってきたの？そうなんです。そうなんだ。私、セガ山セガ子と申します。あ、セガ子ちゃんって言うんだね。あの、私、このセガプラザ通信っていう番組を担当に配属になったんですけど、うん、どういう番組か教えてもらえますか？あ、知りたい？はい。それは、プレイをしてからのお楽しみ。は？っていうのは嘘。セガプラザ通信っていうのは、うん、セガのね、商品のプライズだったりとか、あの、ラッキーくじだったりとか、いろんなものを紹介していく、そういう番組だよ。だから、あとは僕たち、まあ、白井雄介くんと与永翼くんがやってる UFO キャッチャー対決っていうのがあるんだけど、その UFO キャッチャー対決を見ると、うん、どういうプライズの取り方ができるのかなっていうのが勉強になるコーナーもあるよ。へー、あの、うん、先輩、うん、今日ご飯に行きませんか？いいよ、じゃあご飯行きがてら、ご飯食べ終わったらみんなでゲームセンターに行こう。やったー、終了。ちょ、選択肢が出てたんでしょうね、うん、ご飯行くか、ご飯に誘うかゲームセンター行くか、まあどこにも行かないか、唐突。積極的な子でしたね。はい、嫌だな、なんかこんな、なんか先輩いたらね、ちょっと暑苦しいですね。頼りな、うん、なんか本当にこの人聞いていいのかなみたいな感じのね、うん、やつだったけど、まあ多分根が明るいんでしょうね。まあそうですね、明るいのはでもいいね、親しみがありますからね、うんうん、これがまたね、こう恋愛に発展してたらどうなっていくのか、ね、そうそう、裏の顔が出てくる。そう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 、なんか支配欲にまみれた本性が出てくる、うん、あいつと会ってたんだろ。そうそうそう、突然ね、俺とゲーセン行くって言ったじゃないですか。あ、GPS 仕込んでおいた。怖い怖い君の机のね、あのプライズにさ、そうそうそう、怖い。まあどんな展開なのか皆さんがね、はい、ご想像していただいて、うん、はい、でね、いただければいいなと思います。いや白熱しましたね、久々の、ね、対決ね。でも、まあ、うん、ね、成功法がああいう方法もあっただろうし、多分まあ別の取り方もあったのか。そうです、もっとシンプルに真ん中の方を狙ってもよかったのかもしれないですね。重心をね、うん、考えた時に結構だからね、重い感じでもないのか、うん、ね、重心は多分ないでしょうからね、全部均一でしょうからね。だからどこを狙っていくかによって、まあ、進んでいったりとかね、そう、うん、ね、やっていくっていうのはね、今回ちょっと久しぶりにね、そうですね、うん、皆さんもね、うん、あのもしお近くのゲームセンターでね、うん、発見したら、そうそう、ぜひやってみてください。参考にしてやってみてください。はい、はい、ということで次回はどんなプライズが登場するのでしょうか。次の対決をお楽しみに。セガプラザ通信最新情報。このコーナーではセガのプライズ、くじ、その他のグッズや開催中のキャンペーン、出店予定のイベントなどの最新情報を紹介しています。
劇場版名探偵コナンシリーズ27作目となる映画名探偵コナン100万ドルの道しるべが2024年4月12日金曜日に公開となります。公開時期に合わせて名探偵コナンのプライズが多数登場予定です。セガオリジナルのフィギュアシリーズルミナスタ、躍動感のある動きでキャラクターたちのそれぞれの特徴を生かしたフィギュアになっています。トランプ型の台座は全種共通です。江戸川コナンは腕時計型麻酔銃を撃つ瞬間、灰原哀は振り向く姿、怪盗キッドはトランプ銃を片手に舞い降りたような姿、服部平次は竹刀を持って構えている姿を立体化しています。セガオリジナルのデフォルメデザインキラムッチ、お目目が大きくムチッとしたボディが特徴のとても可愛いぬいぐるみです。ボリューム1は江戸川コナン、怪盗キッド、毛利蘭、ボリューム2は工藤新一、服部平次、遠山和葉の3種をアソートしています。名探偵コナンの雑貨アイテムも多数登場予定です。バニティポーチはアイコンデザインを使用したおしゃれなポーチです。ロゴのデザインオリネームがキュート、大容量でたくさん物を入れられます。トートバッグは可愛いマスコットのイラストを使用したアプリケ付きのバッグです。劇場版デザインのマルチスタンドも登場します。飾ってもよし、スマホを置いてもよしの便利なアイテムです。本日紹介したプライズはすべて4月上旬より全国のゲームセンターに順次登場予定です。以上、セガプラザ通信最新情報でした。はい、ということで早いものでお別れのお時間でございます、うん、ねえ、うん、いや久しぶりでしたけれどもねえ2年ぶりに、まあ、なんだかんだやっぱりそのね撮り始めたら、うん、あ、そうそうこんな感じこんな雰囲気っていうの ね、 ね思い出してきましたけども、はい、UFO キャッチャーも楽しかったね、やっぱね楽しかった、やっぱりあの久しぶりにやると誰かとやるとより楽しいですよね、うんうん、一人でゲーム戦で黙々 と、 黙々とやると、ね、自分との戦いみたいな、そうそうだんだんね、うん、いくらどれぐらいまで行くかみたいなね、二人でワイワイやりながらね、うん、周りの、ね、皆さんもね、スタッフさんもいらっしゃって、いろんな、なんかだからどこに正解があるっていうわけではないじゃない、 UFO キャッチャーのさ、はいはいはい、これが成功法です、これが成功法です、うん、その人のやり方があったりとかさ、うん、発見があったりとかするからさ、うんね、たまに思わぬ形で取れたりとかねしますからね、うん、今日のほんとさ、なんだよあのファインプレーっつーかさ、なんかもう白井くんが取るためにやっちゃったじゃん、だって、うん、よくやったよく俺を勝たせるために尽力してくれたまあ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 、白井さんにはほら無理させるわけにはいきませんから、やっぱそこちょっと気使ったところ、うん、いやさすがではあるんですけど、ね、うん、でも結果ね罰ゲームも手伝ってもらいましたけど、いやそうだよ俺のが喋ってたんじゃない乙女ゲームのねそうそう乙女ゲームの、ね、主人公の、ね、いやいや、まあ、でも楽しかったですね、楽しかったね、はい、はい、なんでねまたちょっとね、まあ間は空くかもしれないんですけど、あ、そうですね、うん、でもその頃にはもうねもうバッチリ治ってますから、そうだね、骨折も復活して、はい、そう、あと皆さんお気づきかもしれませんが、ジャンパーが、これそうそうそう、スタッフジャンパーがね新しくなったんですよ、そうでしょ、今日ちょっと、まあ、後ろが青なんで、うん、あの合成じゃないですからね、そうそう、あくまで後ろはね、うん、本当にこの壁の色、ブルーの壁で、うん、でこの青いね、いいですよね、なんか、うん、前よりもこう鮮やかな青色になってね、よりセガ感が出てる気がします。そうそう、黄色と青とね、うん、入れてもらってね、うん、でこれでねこれからも多分お送りしていきたいと思いますので、うん、ね、また次回があるんでね、まあそうですね、うん、あの忘れた頃にやってくると思います、そうそうそう、はい、なんで皆さんその時にまた楽しみにしておいてもらえれば、はい、あーぜひ戻ってきたっつって、うん、やってもらえばね、はいはい、僕らもちょっと腕がなまらないように、あの定期的にちょっとね時間があったら、あ、そうですね、ゲームセンターで練習したりとか、そうそう、やっていかなきゃなっていうのを今日思いましたね、はい、うん、はい、というわけでそろそろお別れのお時間でございます、はい、お相手はセガプラザ宣伝担当白澤英介こと与永翼と、同じくセガプラザ通信宣伝担当青木直嗣こと白井雄介でした。それではバイバーイ。